どうも、はだこです。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、やってまいりました。今回の企画なんですけども、真冬の北海道の夜の森を探検してみた。こちらやっていきたいと思います。久々ですね、このシリーズ。はい。秋とか夏は何回かやってて、で、夏はもう熊メインで僕たち。熊を探しにめちゃめちゃ山回ってたんですけど、はい、今回冬ですよ。それの寒いよ。めちゃくちゃ寒いです、うん、ただ今回雪も降ってなくて風もあんまり強くなくてっていう好条件の中来てるんで、はい、もしかしたらめちゃくちゃいい取れ高が動物たちが現れてくるかもしれません。ただね、相手にしてるのは野生動物なんでいないという可能性もあります、もちろん、はい、それじゃあちょっと早速行きたいと思います。行きましょう。さあ、行くぞ。スタート。さあ、何が現れるかな。もうこの時点で見つけられたらいいな。いや、もうね、どこにいてもおかしくないからね。うん、まずは足跡からだね。そうなんだよね、うん、僕大体もうめちゃくちゃもう小さい頃から山通ってて、足跡見れば大体何の動物かっていうのは分かるんで。はい。この北海道の冬ってヒグマは冬眠しちゃうんですよ。うん、まあ、稀にアナモターズっていう冬眠しないやつもいるんだけど、基本的に冬眠しちゃうんでヒグマはいないです。見たかったね。いや、ヒグマもね、ちょっと雪解けたら今年も探しに行こう。行くよ、もう。で、今回狙ってるというか今回現れる可能性があるのは、はい、まずキタキツネ。うん、写真出てると思いますけど、キタキツネ、エゾシカ。はい。まあ、この辺は北海道の冬といえば定番ですよね。よく見るしね。そう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 。山行ってたら何回か通えば結構見れる確率は高い、うん、はい。でこっからレア度上がってくるんですけど、はい、ちっちゃい小動物、エゾモモンガ。おお、モモンガ。うん、俺も見たことないぞこれは。リスは中高生なんで夜いないんですよ。うん、ネズミ。ネズミ。ネズミ森にもいちゃうんですか。森にもいる。あの東京の歌舞伎町とかにいるこんなでっかいドブネズミじゃなくて、うん、あとこんなちっちゃい可愛いネズミ、はい、あとは鳥で行くとフクロウ系ね。いやー、フクロウも見てない、見てみたいね。エゾフクロウ、これ夜行性、夜なんでいる可能性あります。あとはエゾクロテン。エゾクロテン、写真に出てると思うんですけど、イタチみたいな、めちゃくちゃ可愛いんですよ。これも北海道にしかいなくて、あとはエゾユキウサギ。ウサギね。エゾユキウサギ、これはあの北海道ならでは、冬のウサギは真っ白でめちゃくちゃ可愛いんですよ。うん、ただウサギはね、マジであの見れない、確率的に行くと。足速いからな。でも時速、最高時速80キロですからね。いや、車ぐらいだよな。一瞬でいなくなっちゃう。やばいよ本当に。タヌキはタヌキ。あ、エゾタヌキね。うん、さあさあさあ、本当に森の中入ってきましたよ。そうですね。いないか。いないべやん、そんな簡単にすぐには。うわ、めちゃくちゃしそうだな。足跡な、ちょっと足跡あったらちょっと解説も入れていきたいなと思っております。誰か興味あるかな。お前なんで解説すんのよ。いや、これはこうこうこうで、こうこういう動物の足跡なんだって語りたいんだけどさ。そうなんだ。なんせお前うるさいもんな、自然には。いや、でもこれがね、もし北海道に来た際にね、うん、あ、この足跡ハダルコの動画で見た、参考になるかもしれないからね。もしかしたら参考になって、その動物を見つける手がかりに、ね、なるかもしれないから。なるほどな。知っといて損はない情報ですから。ちょっと解説したいんだけど、足跡がないですね。解説なしだべよこの動画したら。俺に解説をさせてくれっつってんだよ。いや、今ちょっとあったけど、変な分かりづらい、なんか足跡だからな。分かりづらいって言ったらお前分かんねえんだべよ、ほんと足跡。ごまかしてんだべよ、それ。今のキツネなんだけど。ああ、そうなんだ、ね、キツネなんだけど、ちょっと動画で説明するには分かりづらいよって話さ。そうだな。なんもないんでしょ。大丈夫かい、今回。今日もまたゼロ匹じゃないかい、このまま行ったら。動物って大体、うわー、ちょっと待って。なっしゃ、いたか。いないけど、うん、やべえやつの足跡見つけた。お前クマだべ、やっぱり。うわー、あったあったあった。ちょっと行きますよ。はい。これ映ります、この足跡。なにこれ。これちょっとグーッとあっちまで映して、グーッと繋がってるでしょ。うん、エゾユキウサギです。ウサギ。ウサギの足跡だね。早速完全にこれちょっと近くでよく映せる。
こことここにさ、うん、スッと跡あるじゃん、うん、ってことはだよ、これめちゃくちゃ新しいってこと。そうなの？こんなスッたチョンっていう跡なんて、あ、少しでも風吹いたらもうすぐ消えますからね。確かに。お前そこら辺にいいんじゃないか。うん、ちょっと待って待って待って。あっち続いてるぞ。うわうわ、めっちゃあるよ。続いてるね。あっち行ったんだな。めちゃくちゃ新しいですね。これちょっと解説入りますよ。はい。これで1個なんですけど、うん、これこっち側に進んでるんですよ。はい。なぜかというと、これ後ろ足、前足で、ポンポンポツンっていうケンケンパ、ケンケンパの足跡は、はい、これウサギです。覚えておいてください。なぜこうなるか分かりますか？ケンケンパ、これ後ろ足が前に来てんのおかしいでしょ。うん、こっちに進んでんのに。うん、ちょっと雪が深すぎる。できてねえやな、もうお前。ポンポンポン、分かります？それを繰り返しちゃってください。ポンポンポン、はい、ポンポン。うお、早いんでしょお前も。これ四足歩行で一番速く走れる走り方。お前だってめっちゃ速かったぞ今。でも原理分かった？分かりました。なぜケンケンパになるのか。はい。何これ？これまた違いますよね。うん、これはさっきと違って一本。うん、これキツネですね。これはキツネなんだ。激アツだぞマジで。この辺、いや見ろってお前。見てる？見てるって。すっげえ新しいのめっちゃいっぱいあったぞ今。あったな。うん、こっちだ。次あそこ激アツだべ。もうめっちゃやべえ。やべって、めっちゃあるぞ。いねえかって、いねえかって。ダメだもんこれ。鹿見てねえな今日。いや鹿いねえな。あれ多分エゾクラテンだ。そんなんいんのか。エゾクラテンめちゃめちゃ可愛いからね。いんのかい。いや見れたらやばいよ。北海道にいんのかい。北海道にしかいない。やばいっしょ。逆に いた、ウサギ。やっべ、やっぱウサギの足跡だ。ウサギを発見しました。わかるかな。ほら動いた。わかるかな。ほら動いた。あっち逃げちゃったな。ウサギ超レアですか。いた、いたいた。ちょっと待って、道路渡っちゃうか。渡った。はい、止まってくれ、頼む止まってくれ。止まった止まった止まった。止まったな。うわ行っちゃった。うわ奥行っちゃったな。やべ、これ全部ウサギの足跡ですね。わ、めちゃくちゃ新しいもん。全部そうです。一匹じゃない可能性あるな。いや、まあ、どっか行っちゃったかな。さすがにこれをちょっと辿ってできるだけ入ってみたいと思います。うわ興奮した。マジでレアですからね。足冷たすぎ。ちょっとスニーカーじゃきついか。楽しい。野生動物を探す撮影がマジで一番楽しい。待って、ウサギうんこしてんじゃん。したてのうんこじゃねえか。レアだぞマジで。めっちゃ疲れた。待って、これまためちゃくちゃレアなもの発見しちゃいました。ポンポンポンってきて、こっからないでしょ。こっちにあるやつはもう違うウサギの足跡だけど、あっちから来たやつだからここで止まってるでしょ。そしてこっちにジャンプするんですよ次。ちょっと待って、息切れで喋れない。これね、ウサギの習性で止め足って言って、惑わせるための技なんですよ。こっちに行ってると見せかけて、足跡ここで止めて大きく横にジャンプして横に行くっていう、キツネとかにね追われてる時にやる技ですね。まあ僕はその事情も事前に知ってたんでね、ついてこれちゃうんですけどね。それぐらい僕ウサギ好きでね、毎日のように
図鑑とかウサギ専用の図鑑とかめっちゃ買って野生のウサギ研究してましたから、それを今また生で見れたっていうのがマジで興奮します。はい、ということでウサギ出ちゃったね。出たね。江戸行きウサギ、なかなか見ようとして見れるもんじゃないんで、結構遠目だったと思うけど遠くにいるやつを映せただけなんですけど、うん、でもあれでも映像に残せたのはかなりすごいと思います。いやすごいよ。であれからね、結構もう今何時ですか、もう朝だからね、もう朝5時半とかなんで、そんくらいだね、4時間以上5時間ぐらい森探し回ったんですけど、見れたのはあのエゾユキウサギ1匹でした。もうちょっといろんな種類の、動物、うん、撮りたかったんで、これまたちょっと何回か行ってリベンジしたいと思います。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの